じゃあ結果発表の前に両アイドルにコメントをいただきましょうか。 T セットの2人、決勝戦を戦い終えて今の気持ちはどうでしょう？自分たちのパフォーマンスを出し切りました。結果発表が楽しみです。アルカちゃん、今のお気持ちは？結果発表はこれからですけど、今はとってもすがすがしい気持ちでいっぱいです。はい、2組ともありがとうございました。さて、いつまでも余韻に浸っているわけにはいきません。はるかちゃん、 T セットのお二人、そして会場の皆様、心の準備はよろしいでしょうか？よろしいですね。それでは結果発表です。プリンセスリーグ2012、数々の戦いを乗り越え栄えあるプリンセスの座に輝いたのは、はるかちゃん、見事今年のプリンセスに選ばれました。はるかちゃん、私、そうです、君が今年のプリンセスですよ。さて、はるかちゃん、プリンセスとしての最初のお仕事をしてもらいましょうか。会場に来ている皆様、そしてテレビを見ているファンにメッセージをお願いします。はい、わかりました。何もかも未熟な私が今ここでプリンセスになれたのは、応援してくれた皆さんのおかげです。会場にいる人、テレビの前で応援してくれている人、私を支えてくれている人、皆さんの思いが伝わってきたから私も信じることができました。どんなに遠く離れていても思いを届けることができるんだって。私の思い届いたかな？お送りしてまいりましたプリンセスリーグも、そろそろお別れの時間となってしまいました。会場の熱気も冷めやらぬ中ではありますが、この辺で失礼したいと思います。それではまた来年のプリンセスリーグでお会いしましょう。グッバイ。See you next time!